ですかね。まだ全員は合流してないですけど、まあ、やっと始まったかっていう思いですし、まあ、明日ウズベキスタンに移動になりますけど、まあ、あっちに入ったらあっちに入ったら気持ちを切って帰っていかないといけないなというふうに、まあ、改めて実感として、今日で感じることになりました。そこまで試合見てないんで何も分かんないですけど、まあ、どのチームも国を背負って戦ってくるので、自分たちはまず自分たちのベースのサッカーを取り組んだ上でしっかり勝ちに行くので、まあ、一戦一戦やっていきたらいいかなと思います。自分は経験がある方なので、そういうのを伝えていく立場でもありますし、まあ、チームを引っ張る、そして結果を残すというところも監督から求められてくると思うので、そこは、まあ、自分もしっかり、応えれるように頑張っていきたいと思います。まずは本当にグループステージを突破できるように、予選を勝ち抜くことが大事だと思うので、そこに重点を置いて、やっていきたいと思います。国を背負っているという気持ちの部分が絶対に必要だと思うので、これはもう自分だけではなく、まあ、今回招集されたメンバーたちが責任を持って、ウズベキスタンで戦いに行く立場だと思うので、ここは、まあ、全員が、しっかりとした気持ちを持ってやっていきたいと思います。国際試合で活躍してっていうのもありますけど、まずは、まあ、自分よりチームのことだと思うので、予選に目を向けてやっていきたいなと思います。ありがとうございました。